今日早上がりかもしれないというね。今まだ静音ですね、風ない、全然なしです。あ、本当にね。でもこれが何、10時頃から10時頃から吹き始めて、南風、横綱船の方だと12時半ぐらいに早上がりかなって。そう言ってた、言ってました。10時半まで出て10時半、12時、あ、12時ね、はい、あ、12時こまでできれば、まあ、あと2時間だからさ、いいんだけど、10時に早上がりって言ったらな、ちょっとな、釣れてないかもしれない。坊主みたいな感じでもってさ、ね、今日はフグ、もし坊主だったら俺膨れちゃうよ、もう俺が膨れちゃうよ、ね、本当に釣らせてくださいって感じだけど、今日はな、そうだ、今日永明寺にネギもらっちゃったしな、ネギもらっちゃったからフグで鍋っていうとこなんだけどね、えフグなしの鍋になったらネギ鍋だな。いや、ダメ、ちゃんと釣ってください。釣るね、一匹ぐらいは釣りたいけど、どうですか、ね、節分でしょ。あ、そうだね、服呼ばないと。あ、そうだね、フグは服だからな、はい、そうだね、もう節分だよね、もうじきね。早いね、早いです、早い。今夜のごとしね、あっという間だよ、まあ、あっという間に夏になって、またあっという間に冬になっちゃうみたいな。よし、今日はじゃあそういうことでね、今日はね、割と、頑張る、とにかく頑張る。フグは3号線って言ってたな。3号線この向こう、俺の向こうだ。よし、これこっち側、よいしょ。あ、いや、どうぞ、この後ろの2つなんでしょ、はい、じゃあどうぞ、一番後ろどうぞ、俺こっち、ここ、よっしゃ、この辺だ。今日の職場はここで頑張る、とにかくフグゲットします。よーし、今日餌のエビ買ってきた。これほらほら、アルゼンチン赤エビ399 安い、加熱用、これを餌に使います。それで使う仕掛けはこれ、カットフグ自作。今日は最初からチラシカットにしようかな。これね、チラシカット、これで、これこの重りはこの前のカットフグで俺が釣ったやつだ、確か釣り上げたんだこの重りね。それを今回は使う、これでいきます。あー、餌のこのアルゼンチン赤エビまだ凍ってるよ、手が冷たい。もうかじかんできました。16m、 おー、連れてくれ。まだ今風がない、ちょうどいいや、これで風が出てくる前に、とにかく引きでも釣り上げないと。で、今日はこの使う竿がだな、いつものあのダイワのアナリスターじゃなくてな、これはアブのね、黒船っていう丸イカ用だな、それをちょっと使ってみようと思って。どうかな、15m、 着底した、着底したの、よしよし、はい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 、こっちの方がね、短いし細身だけど丸いか用だから、
あれだよ、繊細なんだよね確か先調子で。船が揺れてると短い竿は揺れを吸収するのがちょっとあれだな、難しいな、こうなんか動かさないと。ああそれにしても寒い、手が冷たいよ、もうなんか、指先の感覚がなくなってきました。当たりがないね、でもね全然なんかでも何でもなんか当たったな、なんかかかったかかった、なんかかかった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 、なんか小さかったな、当たりが小さかったけど、なんかかかった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 かか、うん、なんかかかったような気がするよ、なんか当たり小さかったけど、なんだなんだなんだ、あ、なにこれ、根がかりしたんだ、根がかり、根がかりか、根がかりだな、かかったと思ったら根がかったんだ、ちきしょう、なんだよなんだよ、あー出てく出てく、ちょっと早速ロストか、うわーダメだ、トンガー、あー取れた、ん、くっついてるな、あーくっついてるくっついてる、仕掛けはなんだよ、なんかあおかしいと思ったんだよ、ちくしょう、あついてる、何ね、分かった、なんていうことでしょう、あこれだもんな、15メーターです、どうぞ15メーターです、移動先の釣り場、今度こそ釣れてくれ、さっきはな第一投目が出がかりだったからな、本当にな、ただまだ日の出前ですよね、そうだよ、日が出てないもん、もう手がかじかんじゃって、もう、うん、今ご来光、手の感覚がないよ、指先にさ、だって針が刺さっても痛くないんだもん、全然感覚ないな、あっちの地に水袋もやっとるし、ああ、参るな、これが冬の釣りだよね、出てきた、あ、ご来光だ、ご来光、 お願いします、ご来光様、フグ釣らせてください、いや、うん、重りが軽すぎるのかな、釣りづらいな、かかった、お、あ、名人釣った、早速ホウボウだ、お、やったじゃん、ホウボウ、あ、あ逃げてった、惜しい、重り何号使ってんの、10、あ、そうか、なんかさ流されるのかね、なんかふわふわして、うん、やりづらいな、ほぼ硬いから取れちゃったんだね、いや、こっちにかかってたんですけど、ああ、それが外れて下にかかったけど、それが外れちゃったのかな、あ、惜しいな、まあまあのサイズだったのにな、釣れた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 、釣れてる釣れてる釣れてるな、釣れてる釣れてる、なんか釣れてる、でもフグじゃないんじゃないの、あ、フグだ、やった釣れた釣れた、ようやく釣れた、なんか葛藤の仕掛けを5個取られて、5個目の葛藤の仕掛けで釣れました、やりました、ありがとうありがとう、やったー、今日坊主かと思ったよ、本当になんか、全く全然釣れない、名人 A さんだってまだ釣ってないんだよ、後ろはね釣れてない、前の人はなんか何匹か釣れてた、うん、やった、ほら、やった、でもやりました、よかった、うん、なんかね、さ、あんまりね、最初引かなかった、ああ、落ちた、うん、上げてました、上げてた、上げた、もうね、上げてた、1メーターぐらい、上げて、で、当たりがあんまりなかったけどね、一応ちょっと合わせてみたら、
うん、最初はあんまり引かなかった。でも上げてた。やっと釣れた。どのくらいで当たってますか？1メーターぐらい。私も1メーターやったら引いて手がかりしたんですけど。そう、そう。場所によってなんかこうなってるみたいで、そう、1メーターぐらいでもね、根がかりするときもありますね。もう仕掛け取られまくりでもね。私も今4つ目だよ。そう、なんかもう恐ろしくて、推定につけられない。何か当たるし、何かがかかった。なんか、上に上がってくるとなんか重さがあるんだな。あ、なんだこれ。あー、フグはフグでもダメフグ。これだよ、お前。北枕。あー、ほらほらほら。でも、フグが釣れたよ。フグだよ。ほらほら。お前、ちょ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 。ちょ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 、ほら、あれあれ、はいはい、帰って帰ってください、帰ってください。あー、よし。かかったかかったかかった。今度は竿をね、アナリストはカワハギに変えた。うん、ほら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 、スラーッと、クワセに、クワセにかかりました。ほらほらほら、よよよよよよよ、ほら、おちょ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 、なんだなんだ、ほら、食わせに。わあ、2匹目、ようやく2匹目だよ。なんか非常に厳しい釣りでございます。うん、食わせにかかってきた。ああ、すげえ。いや違う、なんか1メーターぐらい上げて、もうだってもう仕掛けがあとさ、残り1個、2つしかないんだもん俺。この仕掛けでもう一個ロストしたらもう今日強制農館だよ。今12時、ほら12時ちょい過ぎ。天気予報通りに南風が吹いてきました。あと何分か、やったらしまってことになると思います。あ、風で早上がりと今アナウンスが入りました。はあ、今日は渋かったね。もうね、完全に終業でした。ほら、小サイフグ2匹のみで、今英明人はなんかほぼ釣った、なんかタコ釣った人とかね、トラフグも上がったらしいけど、でも全体的になんかね、あまり活性が高くないというか、渋い釣りでした。おお、最後有終の美を飾ったのはタコだ。タコ、それもタコがついてた。見てくれこれこんなちっちゃいタコ。農館の使者だ。今日の農館の使者はタコです。じゃあほら、江ノ島とともにね、このように記念撮影。はい、タコです。あ、調理師の方にさばいてもらいました。私の2匹、じゃあこれ持ち帰ります。今日難しかったみたいですね。難しかったですね。今日はね、厳しかったです。修行でした。やっとこさ2匹釣れたという感じです。はい、そして今日持ち帰った釣果はこちらでございます。あーって感じだよね。小サイフグ2匹。まあこれはね、あのフグ調理師の方にさばいてもらいました。だからもうあとは、そのまま食えるっていうかね、すぐに調理できます。あとこちら、農館の使者になってしまったこのタコくん。イイダコかな、やっぱね、このぐらいの大きさだからね。もうなんかこの中で、ほら、この缶桶の中で、タッパーの缶桶の中で、いじけてます。完全にいじけてるよ。墨拭いていじけてる。ごめんね。しょうがねえんだよ。今日はとにかく渋かったから。ほいでね、今日何しようかなって。もうちょっとこっちが釣れてたらね、唐揚げでも作ろうかなと思ったんだけど、これじゃあね。でもな、今日は朝。出かける前にね、 A さんからこれをいただいちゃったんだよ。ほら、立派なネギでしょ。泥付きのネギだよ。泥付きの結構立派だよね。 A さんのお宅で多分栽培したもんだと思うんだけど、これをいただいちゃったからね、もうこれは鍋でしょって。鍋ね。それで、まあ、ネギとこのフグだけだとちょっと悲しいかなと思って、一応ね、帰り道にスーパーマーケットでこんなキノコセット買ってきました。それとな、当家の近くにちょうどいいおあつらえのこのアシタバが生えてたんで、これも取ってきました。こんなので持ってな、こいつら、こいつとこの不幸なタコくん、これをな、使って鍋でもやってみようと思います。じゃあそういうことならね、これどちらも全部水でね、きれいに洗って、まずはね、こっちのフグはこれテトロトトキシンをよくこうね、洗い流す、ね、とにかく水溶性だから、テトロトトキシンはね。おいで、フグはちょっと
いじけて炭吐いてるから、この炭だけは洗い流す、ね、でこれで、あとはもうね、フグをぶつ切りにすれば出来上がりじゃないかな、ね。じゃあこっちの小さいフグね、洗いましたね。もう毒は洗い流してどっかに行っちゃったと思う。であとはこれをこうさ、洗い適当にこう切ればいいよね。それでもまあ2匹そこそこの大きさだから、まあ、鍋1回分には十分な材料になりますかね。ほらこうやって、はい、こんなことで鍋の準備ができました。ということで晩酌の会場に移動することにいたしましょう。はい、そして晩酌の時間にてございます。見てください。おお、鍋だ、鍋だけど今日は船釣りのこの釣果としてはちょっと貧価だったね。貧価だよな。豪華ではあるけどな、豪華ではあるけど貧価ではある。だからな、貧価の時にはまあ自主規制ということで決め事があったよな。例のほらカップ酒だよ。だからしょうがない、今日はカップ酒用意したぞ。ほら見てくれな、これで食ってみましょうっていけないんだ、鍋だから。でしょ、そうだよね、鍋だからな。まあまだ何も入ってないもん。ほらこれ、あ、そうで、これな、これはだし昆布な。だし昆布はこのお湯が沸騰する前に出しちゃうんだよな。もうね、なんかね、ちょっとね、こうあったかくなってきた。だからこれはもうね、ここで退場願おうね。こっちにこうして、これは退場、はい退場でな、ここにな、うん、まあそうだな、最初からフグ入れなくてもいいよね。まあキノコかね、やっぱね、キノコとかこういうなんかよく煮なきゃいけないものはちょろちょろっとこうね、エリンギでしょ、これはブナシメジな、ブナシメジ、それと、まあ、これはマイタケでございますね、マイタケ。あとこの辺に青い、ほらこのネギね、青いとこ、こういうのを入れといてね。それでちょっと沸騰してきたら、うん、まあさあ、フグとかね、この哀れな飯田子くんとかを入れればいいか。このネギもこの食うとこ、これね、これ青いとこ、ちょっと青っぽいとこちょっと入れといて、これでもって、じゃあな、まずはお酒行くしかないんだよね。お酒行くしかないね。お酒どっち行くね、どっち、高清水と沢内ね、どっちもなんか、え、なんかカップ酒にしてはちょっと高級じゃねえか。最近こういうの多いよね、カップ酒ね。こっちはね、沢内っていうのはこれね、東京の地酒、東京都青梅市だったかな、東京都の青梅市に造り酒屋あるんですよね、その地酒で。こっちはまあ有名だよね、これ秋田かどっかね、東北の方だよね、高清水は。じゃ最初このちっこい方、こっちを開けてな、こっちをちびちびやりながら、これがこう沸騰するのを待ちましょう。じゃあこれね、沢内開けました。なかなか美味しそうな黄金色ね。じゃあこれまずはいただきます、いただきます、いただきます。一口だけな、うん、あー、うまい。なかなかこう、なんか芳醇なね、苦味とも 甘みとも言えない、なんかこう、渋い味がするな、渋みのある渋い味が。でこれね、一肌程度に保管しといた、保管した。こっちもだけどね、一応保管しましたね、今日寒かったからな。よし、あー、うまっ。なんかブーっと音がした。ここ今日ね、狭いんだよね、これ見てよ、ほらの、ところ狭しだよ、ね、このテーブルちょっとこういうのには向かないな。あー、もうほら、火力係もやんなきゃいけねえからよ、これ岩谷のね、このね、プチスリム、なかなかね、いいよ、ちっちゃくて。もっとちっちゃいのがあったらいいんだけど、あー、ほら、やばい、ね、やばい。そしたら、うん、これを入れてみるかな、もうな、これはな、これを入れれば始まりだぞ、これほら。な、入れて、あんまりいない方がいいんだよね、あんまりいない方がね。この、持ったってる、これもな、尻尾の方だな、これ。2つでいいよ、2つでね、2つで。それで、そうだ、ここで、そうだ、あー、ところ狭しだね。ここにね、これ、ポン酢。ね、これここにこう入れて、柚子があったらいいんだけど、今ちょうどね、柚子がね、全部なくなっちゃったんだよ。だからまあいいやな、ポン酢で。ね、だって今日貧乏だったんだからさ、今日反省会なんだから、そういう意味ではね、反省会なんだ。うん、菜箸も何もないから、うちは。ね、うん、料理屋じゃねえからよ。な、自分で入れて自分で食うんだからいいんだよな。そういうことなんですよね。そう、これは明日は後だね。あ、これはすぐ煮えちゃうからね。またじゃあお酒を、またお酒を。2本あるからな、今日な。でもな、結構豪勢だよな。うん、いや、それにしてもね、今日はね、渋かった。結果をね、聞いたけどね、1から4だって。何人乗ってたのかな。私がいた方に、A 名人と私と、前の方に2人いて4人でしょ。で、反対弦に、なんか4名の団体さんと1名様がいたから、だから、
こっち側が4名で向こうが8、9名かな9名で1から4だったよ。フグはね、渋かったね。普通は1人ぐらい10とか行くんだけどね、あ、うまい。これサバの湯うまいよ。これ普通のグレードだな、これな、奥多摩湧水仕込みってね、奥多摩の湧水で作った東京の地酒、普通酒だと思うよこれね。でも美味しい。なんかね、このね、独特のこう渋みと甘みとなんかそういうのがね混ざってて、なかなかいける。でもちょっとずつしか飲まないとなきゃ、ちょっと火力がかりもやんなきゃいけないしな、ウェブ業もやんなきゃいけないしね、悪代官もやんなきゃいけないけど、悪出ないね。まだそんなに入ってないからだな、本当に参っちゃう。でもしょうがないよな、これ今日フグ2匹とイイダコ1匹、船に乗るのはさ、ほら小1万かかるから、小1万っていうか物によっては1万以上かかるからな、それで燃料代も、私の場合は高速使っていくから燃料代とさ、高速代とさ、餌だって買わなきゃいけないでしょ。 自前の餌もあるからな。餌がついてる釣りもあるんだけど、あれはまあ一応1パックだけついてるんだけど、それじゃ足んないからさ、結局買っていくだろ。だから結構いい金かかるんだよね。まあ魚を買いに行くわけじゃないからさ、しょうがないんだけど、遊びに行くんだからね、遊んでんでしょって、遊び代でしょって感じで。そうなんだけど、でもなぁ、小さいフグ2匹悲しい。こもういいかな、もういいかな、こっちのちっちゃい方なんかね、生だって食えるんだもんこれね。テトロドトキシン入ってないはずなんで、こうやってこう置いて、あ、ついだろうな、ついだろうなこれ。あ、なんかなかなかまだ身がほら釣りたてだからしっかりしてる、しっかりしっかりしてる。あ、これ刺さってしまって、刺さってしまう。こういう時に片手でやるのは、あ、取れた。あ、今度反対側が刺さった。なんちゅうことだ。ああ、ほらほらこれ。じゃあこれな。これ。じゃあこれ。いきます。いきます。いきます。うん。うまい。うまい。ねえ。品価とはいえ、自分で釣った小さいフグ。うまい。うまい。ああ、もうほら、こっちがほら、もうこうなってきた。な。本当に世話しないんだ。釣りも世話しないけど、魚釣りって世話しないよね。でも鍋もっと世話しない。一人でやるとな。二人とか三人でやって、本当に奉行になって、おい、おい、おい、とか言って、言ってるだけだったらいいんだけどさ。まあ、自分一人だからさ、言ったって自分しかやる人いないんだから、言います。うん。うまい。うまいよ。うん。今度な、この、イダコだ。イダコ。イダコここに入れて、イダコもあんまり煮なくていいだろうな。もう、ほら、ああ、ほら、ああ、ほら、ほら、こうなった、なった。ね。うん。綿なんか入ってんだよ。入ったまんま。これ、骨が、後で骨の周りはしゃぶるから、ちょっとじゃあこれいきます。さすがに、骨までいかないな。骨は柔らかいんだけどね、フグの骨って。うまい。すごいうまい。タコ。まあ前タコはいいや。もうちょっとここに入ってろ。な。じゃあ、明日はこれ。もうだんだん手でな、ほら、だんだん。ちょっとだけ明日箱入れて、ぐちゃぐちゃになってきた。でも、まあ、渋い中でもな、今日寒かった、それにな。私のいるところは北側で、なんか北側というかさ、本当に最初のうちは北風吹いてたからかな。太陽が当たらない側ばっかだったんだよ。ね、まあそうなんだよね。船釣りってそうなんですよ。太陽が当たらない側に行っちゃうとずっと当たらなかったり。今日はでも、昼から南風っていう。風が反対になったから、それでうちの方太陽当たってきたけど、早上がりでしょって言っても、早上がりって言っても今日は12時半頃まで釣ってたのかな。だからまあ普通だけどね、14時上がりだからさ、12時半まで釣りはまあいやいや1日だろって。それでこの超過だからさ、貧乏でしょ。ああ、またくっついちゃった、ああくっついちゃった、もうこれはダメだな。片手を離でやってもダメか。なんか結構これしっかりしてるよ、プリプリっとしてる。やっぱり寝かせないからだろうな、取れない。それでこうやると、お皿がテーブルの下にガチャーンとこう落ちる。それは悲しいから、ほら。ね、片手で。なんかの訓練やってるみたいだよ、片手で。リハビリ訓練。まあいいや、このままガバッとかじればいいんだね。かじってまたここに戻せば。じゃあ、いきます。うん。まあ、うん。あ、この食い方がいいや。うん。まあ、ポン酢つけて。うん。こうやって。うん、いきます。うん。うまいよ、これ。うまいけど、これ。取れなくなっちゃった。どうしよう。このままなくなるまで食うの。いきます。まあ、これは結構置いといて。置いといて。で、
これな、高清水はいいやな。いや、この動画が終わってから俺が堪能するからな。これ明日は。明日はあんまり煮てもしょうがないな。うん、このぐらいで。おいしいよ、明日は。焼いても美味しいんだよ、これ。大島に行くと、焼いた明日はっていうのがなんかあったような気がした。網焼き、お醤油つけて。ね、明日は焼くのって感じだけど、焼いた明日はね、うまいんだ、これがまた。でも、今日のはこう茹でたやつだけどな。美味しいよ、いきます。うん、シャキシャキして。ほんと美味しい、これ。うん、なんつんだっけ、この黄色い汁。カルコンは、血液サラサラか、血圧下げるか。なんかそんなんだったような気がするけど、カルコン。ね、なんか苦味があるんだよね。セリと、なんか三つ葉と、なんかそんなの合わせたような感じの苦味とこうセリと、あとちょっとだけなんだセロリみたいな感じもなんとなくするのね。だからよくあのゲロイカ T さんがなんか薬の味とか言ってたけど、薬の味なんかそんなような言えてみようだなみたいな、確かになみたいな、そんな感じと言って、これなイダコ取ったから、このイダコを食ったら、うん、今日の動画終わりにするかな。酒も飲んだしもうな、うん、ちょっとだけ。おいしそうだな、いいだろうな。どっちから食う？頭からいくか。頭から。活性の高い魚は魚食魚や魚食魚。活性の高いバスとか、活性の高い時は頭から食うらしいから、そのベイトバック。私もな、今もう貧乏でもって、でも美味しいものいっぱい食って活性上がってるから、これな、頭からいきます。いきます。中身だけ食えた。中身だけ。うん、腹ワタだけ。もう一回いく。うん。腹ワタが入ってて美味しい、これ。うん。まあ、な、じゃあな、うん。これを、頭をこう、バクッと活性が高くなって食ったところで、おい、今日の動画は終了にしますからな。ほらな、また、次回、うん、次回な、うねつり。ほらな、ほら、今日は、でも早上がりだったのと、当たりが少なかったから、餌がだいぶ残ったんだよな。20個ぐらい、アルゼンチン赤エビ持ってって、10個ぐらい残っちゃったから、ね。次回は、まあ、船釣り動画は、多分、またこれのリベンジになるか、まあ、また、一回違うやつを行ってから、リベンジするかもしれないけどな。リベンジしないと、あれ、持ち帰っちゃったからさ、一回解凍して、また冷凍庫に入れても、次は使わないといけないだろ？な？だから、次こそは、きっと、いいやつを、ボコって釣ってみたいなみたいな、そんな感じだ。いつまで経っても終わんねえな。本当に健太隊の動画ってのは、こう、だら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 しがない。ね、だらしがないんだよ、みんな。な、釣り人っていうのはだらしがない。呆れた人種なんだ。じゃあ、これを食ったら終わりにするから。ね、これ食います。いきます。うん。うまい。うん。ゆだくうまいな。うん。もう、うん。ゆだくうまい。うん。ちょっと、お酒だけな。うん、ちょっと一口飲まして。うますぎる、あまりにも。うますぎる。ねえ、これ、ね、本当にだらしないでしょ。だらしないんだよ。うん、だらしない。私もだらしないけど、見てる皆さんもだらしない。ね、だらしない同士、仲良くしましょうってなわけで、次回の動画で会いましょう。それでは皆さん、ごきげんよう。